三井住友トラストパナソニックファイナンス株式会社は三井住友信託銀行株式会社の連結誌、会社でありパナソニックの持ち分法適用関連会社で両社の合弁総合ファイナンス企業。2010年に住友信託銀行株式会社の連結誌、会社であった住信松下フィナンシャルサービスと住信リースの2社が合併して住信 パナソニックフィナンシャルサービス株式会社として発足。2012年4月1日に、親会社が合併して三井住友新宅銀行になるのに合わせて、三井住友トラストパナソニックファイナンス株式会社に称号変更され、本社所在地も大阪市北区から東京都千代田区に変更された。2013年7月シンガポールへ、現地法人、 三井住友トラストリーシングシンガポールを設立。11月東京都港区芝浦へ本店に移転。現法人の前身は1951年に松下電気産業が立ち上げた販売店の月ッ販売を提供するナショナルラジオ月刊であり、創業時の代表は松下幸之助。その後、地域の月版会社が合併。 松下グループの拡大に合わせて数度社名変更を行い2001年に松下リースを合併同グループ内のノンバンクメーカー系クレジットリース会社としてグループ内顧客を中心に販路を拡大した2004年12月に松下グループをめぐるリストラ策の一環として当社株式の一部を住友新宅銀行へ売却するとともに合弁会社化することを発表し 2005年に、スミシン、松下フィナンシャルサービスへ、社名変更。その後、2010年に、スミトモ銀行グループのスミシンリースが当社と、吸収合併し、スミシン、パナソニックフィナンシャルサービス株式会社となった。これにより、総合リース会社としての色を濃くし、リース業界10位以内の取扱い高となった。主要顧客は、パナソニックグループ、 住友グループをはじめとする上場企業であるが、提携サプライヤーによる、中小企業顧客まで幅広い。ナショナルクレジット時代のキャッチコピーは、しっかり選んでゆっくり払うで、ナショナルパナソニック製品のカタログの裏表紙にも表記、されていた。1990年代以降は、お求めには、手軽な待ち下クレジットをご利用ください。表記となり、 松下電気産業の連結子会社で亡くなった後も掲載が行われたがパナソニックへ社名変更した2008年10月以降は亡くなっている。なお、個人顧客向けの事業はパナソニックショップユーザーを対象としたパナカードに関するお知らせ住友信託銀行株式会社に聖火年にかつに中古に一カ新会社住民新 パナソニックフィナンシャルサービスの発足についてスミシン、パナソニックフィナンシャルサービス株式会社、2010年4月1日、スミシン、松下フィナンシャルサービス株式会社と、スミシンリース株式会社の合併についてパナソニック株式会社、2009年10月30日スミシン、松下フィナンシャルサービス株式会社と、スミシンリース株式会社の合併について、 住友信託銀行株式会社2009年10月30日住友信託銀行株式会社と子会社の合併に関するお知らせ住友信託銀行株式会社2009年10月30日商号及び本店所在地変更に関するお知らせ住信、パナソニックフィナンシャルサービス株式会社2012年2月1日スマイルフラットスリー5スマイル ローン、この上渡についての、お知らせ三井住友トラストパナソニックファイナンス株式、会社、2014年2月あるヒリース株式会社の、株式の取得に関する、お知らせ三井住友トラストパナソニックファイナンス株式、会社、2015年10月23日子会社の、称号変更及び本店所在地の移転に関する、お知らせ三井住友トラストパナソニックファイナンス株式会社、 会社、2016年1月22日、ありがとうございます。